注文お伺いします。すっきり白ぶどうの M サイズ一つと、コーラゼロの M サイズ一つ、あとソフトツイスト一つ。はい、ありがとうございます。このまま車前に乗せてみてください。はい、江田君に言われてから学んだ、ここはゆっくり。そう、早いのよこの人、全部終わりが電話切るときもそう早いの。それはちょっと誤解されちゃうので。そうよなんでそれあれでしょ。いやいただきます。じゃーん、つけちゃおう。ちょっと今一口食べたいかも。いいよ、先一口食べて。でもうちめっちゃリップつぶつぶ。うちもうちも。どうしようかな。うまい。うまい。こんなに美味しかったっけ。歯でいける人。いいよ、つけて。つけていいよ。ミルキーみたいだよね。うん、なんだろうね、牛乳だけじゃなくて、うん、砂糖も入ってる。わかりやすいというか、うん、ねえねえ、ライスやりたいこと見つかってる？そのテンションで聞かないで、その話題。ライス見つかりたいことってもうダメ、今日なんかもうダメ。3本目やから。何？ライスやりたいことって、うん、なんか考えてたりする？考えてない終わり。次の話題何？いないとかじゃないんだよ。広げよう話を。で、なんだっけ？なんかさ、この職業やってなかったらとかさ、言ったりするじゃん。何してたと思いますか、はいはいはい、とか聞かれるじゃん。でもそれって別に高校生ぐらいからの話だし、この活動始まってんの自分が、うんうん、高校生ぐらいである程度さ、人格というかさ、もうこれは無理だなとか、これはやるにはちょっととかさ、なんかそういう考えとかがもうさ、できてる頃じゃん。確かに。もうそんなことよりももう関係なく来世。え、だからあれでしょ？何でもできる、本当に。もう好きなこととかも変わってるってことだもんね。変わっててもいいってなったら来世何やりたい？まあでも、いや、その大きいことじゃないけど、うん、ちっちゃいことで言うとバイトもっとしてみたかった来世。バイト職人みたいな、うん、向くって確かにバイトやってた期間もあんまバイト入ってなかったもんね。え、そうそう、めちゃくちゃバイトって感じじゃなかったから。そうそう、しかも1年しかやってないし、だからなんだろうね、いろんなバイトしたいね。その高校生の時とかいたじゃん、その友達とかでさ、めっちゃカチマチこう掛け持ちをしてさ。あ、掛け持ちね。そうそう、ああいうのなんかすごいパワフルでいいなって思ってた。うん、だから、まあ、スキヤとかそれこそやりたいし。うん、それこそじゃない今なんか話出てたっけ。コンビニの深夜帯とかやってみたいし、うん、コンビニやってみたかったな。居酒屋とかも、居酒屋やりたかった。めっちゃカフェとかもない。カフェめっちゃやりたかったなんでもいいコールセンターとかもやりたいし、梱包もやりたい。めっちゃ梱包やりたかったね。アマゾンとかね、やりたいし、ウーバーとかもそれこそやりたいし。ウーバーはいいかな。オッケー。でも、ゲライフやりたいこと、最近マジで今世やり残したなって、もうやり残したなって早っ思って、来世はこれやりたいなっていうもの見つけた。何？ヨラミ。やっぱヨラミやりたいなってそのアイドルになりたいじゃなくて、ヨラミになりたいの？いや、ヨラミ見てて、この人生でアイドルもやってみたかったなとか思ったけど、うん、いや待って、アイドルになりたいんじゃなくて、うちヨラミだって思った。すごいね。やっぱコンセプトが好き。あ、普通に可愛いし、うんうん、なんだっけ、エナピーもしやるとしたらヨラミの、お化け屋敷さんとでもさ、キキちゃんそうだもんね。そう、なんかゴーストハウスみたいな、可愛いのか表現。え、そうそう、最初そのエナピーがもし加わったらって話してて、ふざけてお化け屋敷にかけたのね。で、なんか新メンバーオーディションをやってたのかな、その時期かなんか、うん、やってて、うちがなんか入ったなみたいな、うん、黄色まだいないから黄色入れるしみたいな、うん、で、みんな夜にきらめくテーマパークっていうのがコンセプトなわけだから、サーカス担当とかメリーゴーラン担当とかあるわけ。ジェットコースター、ジェットコースターとか、うん、で、うちは何が残ってるからって考えた時に、お化け屋敷クモの巣とかこうやるねとか言ったの。そうそう、結構ふざけてね。そう、ふざけて言ったの、うん、そしたら結局入ってきた女の子が、うん、ゴーストハウスだから、そう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 、それそれって、そうそう、めっちゃ可愛かったっていう。でも、めっちゃ可愛いっていう、うんうん、でもゴーストハウス取られたから、だから残ってんの、残ってんの、なんだろうね。まあ、だから、まあ、どれくらいの遊園地かわかんないけど、空中ブランコとか残ってはいる。確かに。でもちょっとさジェットコースターとかメリーゴーランド、観覧車、ゴーストハウス、パレード、パレードとかずるかパレードずるか、パレードまあ似合うけどね、うん、似合うよねフリーボールとかフリーボール特定だった。あ、でもバイキングとかえ、
も可愛いかもよ、海賊っぽいイメージの確かにね、そうになるから。いや、めっちゃいいね。皆さん、お化けが来ました。お化けは大きな音に弱いので拍手で消してください。レスタレソラセスタスタレソラセントラスラスイカーリカーリケーどこら辺なのこれ。港区って書いてある。港区なのかね。港区とは思えない。バーバン家の近くみたいよ。てか地元っぽい、ここの通り。いっぱいあるんだよね、日本の中に。このえ、そう、うちらの地元っぽい道みたいな、めっちゃあるんだよね。上野とかもちょっとそんな感じだったもんね。うん、急にあれみたいな。そう、あれ地元みたいな。嬉しいんだよな、あれ見つけた。あれ見つけた嬉しいんだよね。でもなんか、うちらの地元がいっぱいあるっていうよりかは、なんか日本中全体が大体そうっていう、それだけではある。ああ、そういうことか。いや、でもさ、うん、うちらの地元マジいっぱいあるよ。だからそれはみんなも思ってんのよ、うん、みんなそれぞれの地元が、ここ俺の地元っぽいわとか、これは私の地元っぽいっていろんなとこで。誰だよそれ。うちらみたいなやつがいっぱいいんの。うちらみたいな、うん。逆にムクが話したい話とかね。でもね、この間さ、ディズニー行ったじゃないですか、うん、この間2人でね、プライベートで行ったんですよ、はい、でそれで私の誕生日のお祝いでディズニーのチケットからホテル代から、はい、パーク内で出すお金まで全部ね出してくれたんです。はい、金で物を言わせたんですか。それは話じゃない。聞くことだし、それは言わせたんですか。ヘラさんそういうも話じゃないですよ。気持ちいいですよ。気持ちでやってくれたんですよ、うん、でそれでホテル着いたらネックレスが置いてあったんですよ。すごっ。これティファニーのスマイル、ティファニースマイル、このスマイルの口がこうなってるデザインのやつくれたんですよ。すごっ。でそれは50万人の時にうちらお揃いで買ってたの知ってますかね、うん、ティファニーのネックレス。で私がそのネックレスをいろいろあってなくなってしまったんですね。いろんなことがありまして。悲しいお話ですね。悲しい話です。詳しくは聞かないであげてください。聞かないであげてください。なので多分それを見かねたエナさんがプレゼントに買ってくれたんです。そうだったんだ、エナ。そうだったんです。しかもね、誕生日の当日ね、エアポッツくれてたんですよ。え、マジ？すごっ。エアポッツくれたんですよ、その日撮影があって、うん、でそれでケーキと、会う予定だったんだよね。そう、ケーキとエアポッツとお手紙もくれてすごく嬉しくて、でその日から毎日つけてたんですよ。ディズニーの中でもつけてたんですよ。ディズニーの中ではつけんな。だからもうプレゼントないと思ったらあったんですよ。わかりますか。え、つまり何が言いたいってこと。だからつまりは、うん、だからつまりはこれはもう恋愛できなくなっちゃったよって話なんですね。まあそうだよね。これはとってもありがたいし嬉しかったんです、うん、本当にこのネックレス超可愛いし、うん、だって傘もずっとさしてくれるし。そう、傘もね、ポポも美味しいとこだけくれるやつとかやってくれたし。そうだよ。自分で言う。いや、なんかインスタに書いてあったから、あ、そうなんだと思って。だってそれはそうじゃないの。うんうん、まあそうだね。そう、誕生日だからって、うん、多分傘多めに持ってあげようとかね、多分そういう気持ちを持ってるんですよ、うん、エナさんは。そういう優しい子なんです。そういう優しい子なんですよ。ポップコーン美味しいとかあげるみたいな、なんかよくわかんないけど、なんかエナさんの不器用なりの優しさだったんです。それはその、わかります。エナさんってあんまりこう言葉とかで示すタイプじゃないんで。そうですよ、じゃあ言葉で示すやつはしょうがないと思ってます。でも行動が一番大事なのは皆さんも知ってると思います、うん、でも皆さんは本当にそういう方 で、プレゼントもそうやってお金をたくさんかけてもらってしまって、うん、でお金じゃないですけど、ね、お金じゃないですけど、お金の部分を見てほしいわけじゃない。分かってますよ、分かってますけど、うん、ありがたいですとは思います。嬉しかったわけです、全てがね、はい、だけどもこんなことされてしまったら他の男はしょうもなく見えてしまう。そうだよ。なんだよこれ。だから支障が出ちゃうよって言うの。確かに、なんかうちも思いました、やってて、うん、プランが彼氏すぎるとは思いました。そう、ディズニー連れてくよーとか、さすがにね、ホテル行ったらネックレスあるよーとか、さすがになんかうちは彼氏なのかなっていうか、うん、やっぱりうちって彼氏にしたらめっちゃいいんじゃないかっていう、あ、そうそう、だから私は言いました、彼氏オーディション受けなよっていう、そういう提案は。開催とかじゃないんだよね、みんな安心してください、ちゃんと提案はしておきましたんで、はい、あの大丈夫です。そう。ね、どっかの誰かの彼氏オーディションは出ないとダメかもっていうぐらい、うん、彼氏
力強い、高いなって。そうでしょ、いうのは思いつつ、うん、だからね、多分ムクはね、まあ多分気づいちゃったから、まあ言うしかないんだけども、はい、まあ、最後のビッグサプライズプレゼント、はい、彼氏ができない、わお、彼氏ができない人になったというのが一番のプレゼントです。だから私は言いたい、世の中の彼氏さんになんか薄っぺらい言葉だけで乗り切ろうとしてませんか。いや、そうなのよ。うちらほんとめんどくさいよね。いや、乗り切ろうとしてませんかっていうか、いや、もっとうちらは行動が欲しいよってこと。うんうん、別にティファニースマイルをプレゼントしろって言ってるわけじゃなくって、じゃなくて、なんかさ、ないっていう。言ってあげてください、そのなんかない、なんか。もう言われたら乗っかってたから。だってそのディフェリンのネックレスだって一緒言うな。ティファニーのネックレスだって誰だって嬉しいじゃん、正直。けどムクは特に嬉しいと思ったの、今もらったら。なくして、結構なくしてっていうか、ね、ないことになっちゃって。ないことになっちゃって。言い方ね、うん、多分落ち込んだだろうしって思ってとかいう、そのムクのことを考えたプレゼントなきよ、ちゃんとね。そうだよ。なんかその、なんか別にティファニーのネックレスじゃなくてもいいの。気持ちなの。気持ち、気持ちなの。あんたそこに気持ちはあるんかっていうことをね、伝えたいし、うん、そのもしオーディションがあった場合は先生どうだと、山下ありがとう、戦うことを頑張ってほしい。ちゃんとこれ来いよ。ここに目の前に来いよ。ちょっとそれで戦ってみろよ。先生どうぞ、戦いに来いよ。そこで言ってないね。何これ、何これ。ということで、じゃあ、今日はタイマン決定でいいですか。そうですね、彼氏オーディションでタイマン決定、うん、開催決定でいいかな。開催決定しました。彼氏オーディション開催決定しました。うちちょっと戦うっていう彼氏オーディションで。Hello, my name is バイバーイ。バイバーイ。